ブライアン・ケビン・ポーター・ジュニアは、アメリカ合衆国、ワシントン州シアトル出身のプロバスケットボール選手。NBA のヒューストン・ロケッツに所属している。ポジションは、シューティング・ガード、または、スモール・フォワード。南カリフォルニア大学で1年間プレーし、2019年の NBA ドラフトにアーリー・エントリーした。NBA ドラフトにおいて1巡目30位で、 ミルウォーキーバックスから指名を受け、その後デトロイトピストンズを経由したトレードで、交渉権がクリーブランドキャバリアーズへ移り、7月3日にキャバリアーズと契約した。1年目の2019から20シーズン、2020年2月24日のマイアミヒート戦でキャリアハイの30得点を記録した。このシーズンは50試合に、 平均23.2分の出場で10.0得点3.2リバウンド2.2アシスト0.9スティールを記録した。オフの11月15日に重機不法所持により逮捕され4000ドルの保釈金を支払って釈放されたが開幕後もしばらくはロースターに登録されなかった。2020から21シーズン逮捕の影響で試合に出場できないまま 2021年1月22日に将来のドラフト2巡目指名権とのトレードでヒューストンロケッツに移籍した G リーグのリオングランデバレーバイパーズで数試合プレー、した後3月11日に初出場4月29日のバックス戦でキャリアハイを大幅に更新する50得点を記録した21歳未満の50得点以上は史上4人目で50得点以上 10アシスト以上は、レブロン・ジェームズの23歳66日を超えて、史上最年少記録となった。この年の途中までロケッツに在籍していたエースの、ジェームズ・ハーデンと同じ左利きのシューティングガードであり、プレースタイルも似ているポーターは、次第にハーデンと重ねられるようになり、ベイビー・ハーデンと呼ばれるようになった。デトロイト・ピストンズ・アクワイア、トニー・スネル。 アンドドラフトライツ2サーティースピックケビンポータージュニアデトロイトピストンズ2020年5月7日閲覧カブスアクワイアドラフトライツ2ケビンポータージュニアクリーブランドキャバリアーズ2020年5月7日閲覧キャバリアーズサインガーランドウィンドラーポータージュニアクリーブランドキャバリアーズ2020年5月7日閲覧 ファンタジー NBA デリーノーツヤングキャバリアーズオンザライズ ESPN 2021年5月2日閲覧キャブズのケビン・ポータージュニアが重機の不法所持で逮捕 NBA 楽天2021年5月2日閲覧キャブズがケビン・ポータージュニアをトレードスポーティングニュース2021年5月2日閲覧レブロン・ジェームズブランドン・ジェニングス ベビン・ブッカー以来、ロケッツのケビン・ポーター・ジュニアが50得点 &10 アシスト長の史上最年少、記録を受立。スポーティングニュース。2021年5月2日閲覧。ケビン・ポーター・ジュニア・イズ・ロケッツ、ジェームズ・ハーデン・リプレイスメント、20イヤー、オールド・ブレイクス・ラブラン、ジェームズ・レコード・フォー・ヤング・スト・プレイヤー・ツー・レコード50、ポインツ &10 ア,アシスト・イン、A ゲーム。 ザ・スポーツラッシュ、二千二十一年五月四日閲覧。ありがとうございます。